ゲーマーの皆さん、どうも、キンモゲーミングです。今回はですね、フリープレイデイズの内容と今年発売予定だったシリーズ最新作のダイングライト2に関する話題、そして今海外で話題になっている Xbox シリーズ XS 向けの拡張 SSD に関する話題について紹介していきたいと思いますので、よかったら最後までお付き合いください。このチャンネルでは Xbox シリーズ X でのゲーム実況を中心に、ゲームパスのアップデート情報や Xbox に関する今話題の海外情報なんかを取り扱っている Xbox 尽くしの配信をしていますので、興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。それではまず最初にですね、 Xbox のフリープレイデイズの紹介をしていきたいと思います。で、今回ですね、フリープレイデイズに選ばれた作品がですね、ハントショーダウンとジャッジメント、それからブラッドボール2ですね。この3作品がですね、今回フリープレイデイズに選ばれた作品になりますね。で、このフリープレイデイズっていうのが何なのかわからない方のために簡単に説明すると、 Xbox のライブゴールドメンバーに加入している方と Xbox のゲームパスアルティメットメンバー、これに加入している方が対象になるものですね。で、今回はですね、今日から9月の19日日曜日までの間だったら無料でプレイができるイベントみたいな感じですね。なんでこの期間の間にダウンロードしてプレイする分にはオンラインでのプレイもできるみたいですね。いや、これは嬉しいですね。なんでこの週末は Xbox のライブゴールドに加入してる方、もしくはゲームパスアルティメットメンバーに加入してる方、ぜひねプレイしてみるといいと思います。で、まあ簡単に作品の紹介をしていくと、まず最初のハントショーダウンですね。このゲームは、まあ、僕プレイしたことはないんですけど、個人的に興味があったゲームなんですけど、まあどうやらね PVE と PVP をミックスした作品になるみたいですね。で、舞台は19世紀のアメリカのルイジアナ州で、モンスターのはびこる土地で、プレイヤーは賞金稼ぎのハンターとなって、最大3人のチームでマップの至るところにある手がかりを集めて、賞金首となるモンスターを倒して、その倒した証を手に入れて無事に脱出することが目的みたいですね。まああまり詳しくは調べてないんですけど、実際にプレイしてみたいなって思いますね。で、次はですね、龍が如くのシリーズを手掛けてるジャッジメントがね、このフリープレイデイズに追加されたってことでね、まあ、もうすぐ発売予定のロストジャッジメントの第1作目ジャッジメントをねプレイしてない方は、今回を機にねこの週末プレイしてみるのもいいと思いますね。まあ、今ゲームパスの中にねこの龍が如くシリーズは全て入ってるんで、まあ、そっちをねプレイして面白かった方は多分ね楽しめるんじゃないかと思いますね。で、僕自身もこの作品に関してはねまだプレイしたことがないんで、この週末にプレイしていきたいと思います。そして最後はですね、ブラッドボール2のレジェンダリーエディションですね。この作品はね、どうやらアメフトらしいんですけど、ボールハンマーのシリーズで有名なゲームズワークショップが手掛けている作品みたいですね。なんで結構ファンタジー要素が強いみたいで、エルフとかドワーフとかそういった架空の世界の住人が行うアメフトみたいな感じらしいですね。まあ、これは個人的にはね、アメフトそんなに興味あるわけではないんですけど、まあ、ちょっとね、ボードゲームみたいな感じで面白そうなんで、これもね、一度試してみたいと思いますね。まあ、評価としてはね、どうやらこのキャラクターのね造形がすごくよくできていて、タックルとかタッチダウンとかの行動によってはね、あのカットシーンが入るみたいで、それがかなり迫力があるみたいなんで、これもね興味がある方はよかったらプレイしてみてください。いや、こういうのは結構嬉しいですね。まあ、週末にねこういったイベントとしてね、 Xbox の方からフリープレイデイズとしてね、無料でね作品をね体験できるこの期間をね設けてくれるっていうのは結構嬉しいですね。まあ今までにプレイしたことがないゲームなんかをこういった体験版のような感じでね本編をねプレイできるっていうのはいいですね。まあこのままねこの週末をかけてねゲームをプレイしてクリアするのもいいと思いますし、まあこういったねきっかけを得てね、もしかしたら購入にもつながってくると思うんで、まあこういうイベントっていうのは、まあ、Xbox をねプレイしているプレイヤーにとってはねありがたいイベントですね。で、次はですね、悲しいお知らせなんですけど、今年発売予定だったダイングライト2がですね、なんと発売延期をしてしまったんですね。これはショックですね。発売日が2021年の12月7日から2022年の2月4日に延期になったみたいですね。いやー、来年になってしまいましたね。これ個人的にはかなり楽しみだったんで、ちょうど買おうと思ってたゲームだったんですよ。まあ、今年のね締めとなる作品としてプレイしたかったんですけど、まあ、これがねどうやら来年に発売を延期したみたいですね。いや、これは実に残念ですね。
ゾンビ好きのね僕からしてみたらこの発売延期はかなりショックでしたね。プリオーダーはしてなかったんですけど、海外の方ではね結構ツイッターでね、この延期に関してねショックを受けてる、ファンの方はやっぱり多いみたいですし、ただねいろんな人のコメントを読んでて面白かったのが、みんなね結構サイバーパンク2077のね事件もあったんでそんなに批判する声はなかったですね。ショックを受けたのには変わりないんですけど、ただね発売が延期になったことでこう批判するっていうよりはサイバーパンク2077の二の舞にならないようにね時間をかけてちゃんとしたゲームを発売してほしいって言ってる方の方が多かったですね。せっかく買ったゲームがねバグとかでプレイができないとかってなるとやっぱそっちの方がねどうしてもがっかりするんで、この発売延期に関してはね僕もしょうがないなって思いますね。やっぱこう制作側もね発売まだできないなっていうのが分かるんだったらねちゃんとね発売延期してくれた方がいいと思いますね。あと多かった意見としてはね発売日の発表がちょっと早すぎるんじゃないかっていう風に言ってる方が多かったですね。確かにね一度発売日をね決定してでそれを覆すようなことになるんだったら、そんなにね焦らずに発売日のね発表とか決定をねしてもらった方がね購入する側からしてみればねできるだけ発売日の延期っていうのはなくしてもらいたいっていうのはありますね。どうしてもねこの辺は不信感が出てきてしまうんで、はっきりした状態の時にこう発売日を発表してもらいたいっていうのはありますね。残念ですけどしょうがないですね。そして最後はですね、今海外で話題になっている Xbox シリーズ XS 向けのね拡張 SSD に関する話題になるんですけど、どうしても最近ね Xbox のこのゲームパスをねプレイしてるとプレイしてみたいなっていう新しいゲームがねどんどん入ってきてるんで、どうしてもね容量を多く取られてしまうっていうのがあるんで、拡張 SSD をね検討してる方なんかもいるんじゃないかなって思うんですよ。ただ値段がねどうしてもやっぱ結構するんですよね。で今Xbox シリーズ X と S 向けに出してるね C ゲートの 1TB の SSD がですね、僕が住んでる、ヨーロッパの方でもね正規の価格が、229ユーロになるんで、日本円にしたら2万円超えてくるような値段になると思うんで、結構ね値段的にはね高いなって思ってる方多分多いと思うんですよ。どうしても買いたくてもね手が出せない値段設定になってるんですけど、今ねこの海外で取り上げられてて話題になっているのが Xbox のねおそらく中国のユーザーがですね、標準のね SSD を改造して、この拡張 SSD として Xbox シリーズ S で使用できることをね証明したみたいですね。でこの記事によると、中国のねウェブサイトビリビリっていうところのメンバーがね Xbox の正規で出してる C ゲートの拡張 SSD のようにね社外品の SSD を組み合わせて改造したものをね実際にコンソールで使用した時の詳細なねブログを書いてたみたいですね。でこのユーザーはコンソールの分解ビデオを見ているときにこの社外の拡張カードも使用できることを発見したらしいですね。で僕はこの SSD に関しては詳しくないんであまりね詳しい説明はできないんですけども、このユーザーはどうやらデジタルカメラとか一眼レフとか売ってるショップで CFE アダプターカードっていうのを購入して、ベスターンデジタルの SN530 の SSD を組み合わせたものを使ってるみたいですね。で今回このユーザーが拡張カードに使ってるのが CF Express カードっていうもの でこれと同じような商品をね実際に eBay の方で探してみたんですけど、見つかったのが、これですね。でこれが写真と同じね SSD の、差し込み口になる部分ですね。 M.2NVMe ですね。読み込み速度が 1700MB の書き込み速度が 1480MB ですね。 eBay の方での販売価格っていうのが66ドルぐらいですね。日本円にすると約7300円ぐらいみたいですね。なんで、そんなにね高くないかなっていう感じの値段で買えますね。でこれに接続しているのがベスタンデジタルの CHSN530 みたいですね。こちらの方もねこのね SSD に当たる部分もね探してみたんですけど、 eBay の方ではね 500GB の容量のものが64ドルで販売してましたね。日本円にすると約7000円ぐらいのものになるみたいですね。なんでこの2つ組み合わせると合わせてだいたい14000円ぐらいになるんですかね。
まあ、合計して、まあ、今実際 Xbox シリーズ X がね出している SSD の拡張ドライブっていうのが、まあ、1TB でね、まあ、2万円超えで売ってるんで、まあ、それよりはね少し安いみたいですね。まあ、ただ 500GB なんで、まあ、これがね 1TB になるともうちょっとね値段が上がって119ドルなんで、日本円にすると約1万円ぐらいですね。なんで、まあ、1TB のね SSD を使用したいってなると、まあ、日本円で約1万8000円ぐらいになるんじゃないかなっていう感じですね。なんで、まあ、そこまでね変わらないのかなっていう感じはあるんですけど、ただね、まあ、この記事によると、まあ、かなり安くね拡張 SSD として使用することができたみたいですね。まあ、中にはね使用してもこの SSD として認識してもらえないものもあったみたいなんで、この辺はね自分で試してみるってなるとかなりリスクはありそうなんで、まあ、実際こういうねパソコン関係が詳しい方だったらねやってみたらいいんじゃないかなっては思うんですけど、まあ、ただ自己責任でお願いします。まあ、でもこういったねモッダーと呼ばれるね、まあ、自分でねいろいろ改造して試してみる方がね、まあ、こういう発見ができたっていうことで、まあ、今結構ね海外の方ではね話題になってるんで、まあ、安価に済ませるにはまあ、こういう手もあるっていう感じみたいですね。まあ、ただやっぱりねこう自分でやってみるってなるとちょっと怖いところがあるんで、この先ねもうちょっと安い SSD が使用できるような、ね、ものが公式から発表されたら嬉しいですね。やっぱね正規品じゃないとちょっと保証とかのね対象外になってくるんで、なんかあった時に怖いなっていうのはありますね。まあ、ただね、まあ、こういう人はやっぱ出てくるんだなって、面白い記事だなっていうふうには思いましたね。まあ、今回はですね、まあ、こんな感じでね、まあ、久々にねこういった Xbox に関するね情報をやってったんですけど、いかがでしたか？フリープレイデイズとしてね今週末のみプレイできる作品の紹介と、あとダイイングライト2の延期に関する話ですね。そしてこの海外で今ね話題になっている改造拡張 SSD のですね記事についてね、まあ、今回話していったんですけど、まあ、皆さんはいかがでしたか？まあ、今回気になる情報ありましたか？まあ、またねこういった Xbox に関する最新情報をねこのチャンネルではね追っていきたいと思いますんで、まあ、今回の動画ね面白いと思った方はぜひ LIKE ボタンと、まあ、まだの方はねよかったらチャンネル登録もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。